岡倉天心から1913年9月2日は日本の思想家、文人。本名は岡倉覚三。幼名は岡倉覚三。横浜の本町五丁目に生まれる。福井藩出身の武家で1871年に家族で東京に移転。東京美術学校の設立に大きく貢献し、後に本美術院を創設した。 近代日本における美術史学研究の開拓者で、英文による著作での美術史や美術評論家としての活動、美術家の養成、ボストン美術館中国、日本美術部長といった多岐にわたる啓蒙活動を行い、明治以降における日本美術概念の成立に寄与した。天心は岡倉が施策などの際に用いた校であるが、生前には岡倉天心と呼ばれることは、 ほとんどなく、本人はアメリカでも、本名の岡倉角蔵で通していた。福井藩の下級藩士の父、岡倉影門は、判明で武士の身分を捨て、福井藩が横浜に開いた商館石川屋の貿易商となり、その商店の門倉で生まれたことから、角蔵は、当初、角蔵と名付けられた。9歳の時、妹手夫を出産した母子のが、三直熱で死去する。 その葬儀が行われた超演寺に預けられ、そこで観析を学び、横浜居留地に宣教し、ジェームス・バラが開いた英語塾で英語も学んだ。弟の岡倉義三郎は英語学者。東京改正所に入所し、政治学、理財学を学ぶ。英語が得意だったことから、同校講師のアーネスト・フェノロサの助手となり、フェノロサの美術品収集を手伝った。 16歳の時、大岡忠介の末裔でもある13歳の元子と結婚する。1882年に先修学校の教官となり、先修学校創立時の繁栄に貢献し、学生たちを鼓舞した。先修学校での活躍は、文部省専門学務局内規課に勤めていた頃である。また、先修学校の指定関係で、浦圭一も岡倉と出会い、 その指導により生涯に決定的な影響を受けた。1890年から3年間、東京美術学校で行った講義。日本美術史は、日本における日本美術史序実の講師とされる。岡倉天心記念公園東京都台東区に岡倉天心記念公園がある。茨城県北茨城市には、当地の五浦に日本美術院、 第一部を移転させて活動した岡倉天心らの業績を禁令して、茨城県天心記念伊豆浦美術館が1997年に設立された。また、ニューヨークで英語で茶の本を出版して100年にあたる2006年の10月9日に、岡倉が心のふるさととして、こよなく愛した福井県の大本山永平寺において、岡倉天心 茶の本出版100周年記念座談会が行われた。そして、岡倉の生誕150年、没後100年を記念して、福井県立美術館では2013年11月1日から12月1日まで、空前絶後の岡倉転身展を開催した。父の岡倉勘右衛門は、福井藩の下級部しながら、詳細に長けていたことから、福井藩の横浜商館 石川屋の手代務に命じられ、石川屋前衛門と名を改め、商人となった。廃藩地県により石川屋が廃業となると、東京、柿柄町にあった福井藩の蚊屋敷跡で、旅館、岡倉旅館を開業。母の子のは、福井県出身で165センチメートルの長身だったという。菅衛門の前妻は4人の娘を残して亡くなっており、 この二29歳の時に子妻として、岡倉家に入る。長男、港一郎、次男、角蔵、三男、玄蔵、四男、吉三郎、五女、長子を産むが、三熟熱のため三十七歳で死亡。兄の港一郎が、脊椎カリエスで手がかかったため、角蔵は、橋本佐内の桃園にあたる馬に育てられた。弟の岡倉吉三郎は、 東京帝国大学文化大学専科に学び、1891年に朝鮮で日本語学校の教師となり、府立一中、鹿児島蔵主館の教師を経て、1901年に英国留学、帰国後東京高等師範学校教授を務め、研究者の英文学奏書等の主館を務め、新英和大辞典等を編纂した。妹の長子は、 福井出身の木長家の山田貴才と結婚した。このが没した後、勘右衛門は三人目の妻、王の静を迎えるが、子はなかった。妻の元子は、王岡貞夫の娘で、赤坂の茶会で天身と知り合い、岡倉旅館で働き始め、1879年に結婚した。天津と久喜初子の恋愛中は別居した。高橋健造の妻を選抜として、 大谷備一郎の妻、藤田龍三郎の妻、山田喜之助の妻らと共に十数人で日本風の不動を務める婦人団体、清志迎会,会を作り、全員で大奥風に神を言い、揃いの小袖で湯山に出かけるなどした。元子との間に生まれた長男の岡倉和は、朝日新聞記者で岡倉格造の伝記をまとめた。長女の高麗子は、 ふつえい高等女学校に学び、二十歳で、鉄道省に勤める米山達夫に嫁ぎ、鉄道局長として各地に転勤した夫に伴って、暮らし、陰性したいつうで没死した。諸子として、腹違いの姉吉の子、安木正との間に、和田三郎がいる。出産翌年底は、自殺未遂を起こしている。三郎は、生まれて、すぐ竹に預けられ、 5歳で和田正義の養子となり、1902年に和田が没すると、早崎吉と結婚した母親に引き取られ、中学進学からは、剣持中四郎に預けられた。その後名古屋の第八高等学校から、東京帝国大学医学部に進み、卒業後取りず、松沢病院に勤務し、熊本一家大学助教授を経て、精神病神経科広島県立大洋養神館。 病院長となった。孫の岡倉小四郎は、非同盟運動にも関わった、国際政治学者、総村長男の岡倉徹氏は、中東研究者、原村長男の岡倉貞氏は、写真家、原村次男の岡倉博氏は、人材開発コンサルタント、西洋史学者の岡倉都氏は、天津の彦にあたる。岡倉家の祖先は、越前浅倉家、岡倉角造に関するカテゴリー、 ありがとうございます。